99式10センチメートル三砲とは、大日本帝国陸軍が1939年に正式化した合計105ミ、mm、リメートルの三砲である。1937年に始まった日中戦争では、当初、従来からの装備であった41式三砲や94式三砲が、不評とともに行動可能な三砲として戦地に投入されたが、 さらに1 0トルクラスの高威力の経過法が要求されるに至った。研究開発に当たった陸軍技術本部は中国軍が使用していたフランスのシュナイダー射程1 0 5ト、mm、ル砲の露覚品を内地に送らせ試験を行った。その結果、94式散歩よりもやや重量が増すが分解して打載することは 可能と判断してこの方を再設計し、分解して10等に、多彩可能な99式10センチ3方として、正式化された。方針は、オートフレッダー10方式の単肉方針で、油圧式中大器を装備し、分解可能な折りたため式脚下を持っていた。分解搬送が可能とは言っても、常時多彩するには重すぎたため、原則として組み立てたままはねえし、アクロで、 分解打祭するものとされた。万英に要する馬は2頭、分解打祭に要する馬は10頭である。しかし、正式採用の直後に太平洋戦争に突入したため、本法よりも92式不評法の生産が優先されることとなった。そのため99式三法の生産数は少なかった。昭和16年には分離薬等式を完全弾薬等式に改める。 改造が行われた。ありがとうございます。